寒い。はい、皆さんこんにちは。どうもナトです。車で4時間ぐらいかけて琵琶湖に来ました。そう、なぜ来たかって、イーパさんと行うミッション動画で、ミッション動画はもうすでに行ったことのあるフィールドの方がすごくやりやすいんですが、初めて行ってるところでもまあなんとかなるんじゃねっていうことで、さあ例のようにミッションはまだ見ていないので確認していきましょう。じゃあ見ますよ。せーのドン。あー、やっぱ指定のミッション入れてきましたね。奇跡霊、あとつぐみ族見つけないといけない。もう来てるのかな、この辺。イーパさんの方にもミッション、このようなものをお渡ししております。ぜひ皆さんもそちらをチェックしてみてください。それじゃあミッションを始めていきましょう。レッツゴー。じゃあまず手始めに飛び、おはようございます。寒いね今日は。泣いてる。ピュー、あ、真っ黒真っ黒写真。あ、いいでしょう。お、スズメちゃん来た。来た。なんか大きくね。ガン。え、もしかして、もしかするのか。遠すぎてちょっとわかんないんだけど。マガモのくちばしって犬がいるんですよ。知ってます？犬が住みついてるんですそう、最初ね、なんか自分自身も犬って思ったんだけど、ほんとね、なんか犬っていうか狐っていうかね、いるんですよ、くちばしにぜひ皆さんくちばし見てほしい、近くで。今大判いた。今大判がいたぞ。大判だ。はい、白と黒の鳥、クリア。あ、待って、これ写真だった気がする。あ、写真だ写真だ写真だ。あ、いた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 。オッケー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 。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、いた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 。こっちだこっちだ。はい、白と黒の野鳥、写真クリアです。次行きましょう。アオサギ先輩、アオサギさん。いや、やっぱアオサギ大きいけどね。黄金だ。あ、ちょい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 。すげえな、器用にあんな細いところ歩いてら。やっぱコウノトリがでかすぎるのよ。待って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 、ちょっと写真撮らせて。どうやらミッションの見落としがあったようです。いや、待ってください、見逃したものありましたね。サイコロの出た目の数だけヒヨドリより小さい鳥を見つける、これは大事だ。では行きます。はい、ゴッ。うおおおおお、ヒヨドリより小さい鳥を5羽見つけないといけなくなりました。ちょっとむずいかな、どうなんだろう。頑張ります。カワセミかと思って。ムクロムロロムクドリがいっぱい。ムクドリってヒヨドリより小さい？同じぐらい。ムクドリの大きさ、全長24センチ。では、ヒヨドリの大きさ教えて。ヒヨドリの大きさは27から29。やっぱムクドリ小さかったですね。オッケー、ではまず1種。クリア。あと4種。スズメを探せ。オッケー。取れたかな？画面が曇ってはめっちゃ乱れてる。めっちゃいる。オッケー、これでヒヨドリより小さい鳥また一種追加されました。かわいい、すげえいっぱいいるあれ、セグウェイ。あ、セグウェイだ。あれ、
あれ白衛だ。白衛、白衛ってなんだ。仲いいね。最近仲いい光景をよく見るわね。ん、ちょっと待ってください。今これ脅しに行きましたよね。最近仲いい光景をよく見るわね。やっぱり仲悪いのかな。ヒヨドリより小さい鳥、さらに2種一気に追加されました。やったね。はい、基準となるヒヨさんがいらっしゃいました。せっかくなんでね。あらららら、もう少し喋らせて。今年見られて一番嬉しかった野鳥と来年の抱負をということです。もうつい最近のことですけど、コウノトリ、いやコウノトリは良かった。なんといってもあの大きさ。すごいですよね。動画見た方は分かると思うんですが、アオサギさんともうその隣にコウノトリがいるんですが、まあでかいね。一回り二回り大きかったです。そして来年の抱負、来年の抱負、そうですね、一種一種を信念を持って見つけ出す。来年は本気で本気で野鳥を探していきたいと思います。もちろんね、他の生き物をちょくちょく挟んでいくんでよろしくお願いします。それじゃあ単調再開していきましょう。あ、お久しぶりのケリだ。写真撮ろう、写真。こっち向いて。まあさすがに見つけ出すの難しいよな。ん？いたー。すげえ、俺すげえ、よく、よく見つけた。はい、この真ん中ですね。注目してください。大足です。やば。あれ絶対そうでしょ。でかいし、なんか黄色いし、くちばし。動画でズームしても多分伝わらないんだろうな。でもな、シルエットで何とか分かってるだけだもんな。これむずいぞ。いるわ、嬉しい。ちょっと伊庭さん申し訳ないんですけど、更新です。今年見た鳥の中で一番テンション上がったの更新ですね。あれあれ、あ、いた、奇跡で。オッケー、指定ミッション激ムズなんだけど。いました、奇跡例です。紛れもなく奇跡例です。これはでかい、これは本当にでかい。かわいい、ポン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 。いいね、尾羽が弾む鳥、かわいいです。好きですよ。さあちょっと写真、せっかくなんで写真も撮りましょう。かわいい。かき氷のレモン味みたいな色してる。サイコロの出た目の数だけヒヨドリより小さい鳥を見つける、こちらもクリアでございます。お、カイツブリですね。そしてあの緑のものはもしかして特定外来のオオフサムじゃないですか。フィールド、フィールドサイン、フィールドサインあったぞ。はい、ちょっとご飯中の方はすいませんですけど失礼します。これ犬じゃないね。これもそうでしょ。はい、何かのフィールドサイン見つけましたよと。はい、これでクリア。うん、あれ、これ今朝見つけた鳥だよな。ガンとかマガンとか言ったやつ、これヒシ食いじゃないか。うん、OK。 あ、多分ヒシ食いだ。いい、いっぱいいる。オッケー、初めて見る鳥が増えてゆく。でかいな。そうね、ちょっとフィールドを変える前に1個消化したいミッションがあります。先生、亜種とは何ですか。はい、
僕は先生じゃありません。まあ分類というものがありまして、開門項目家族種っていうのがあるんですよ。でさらにその下に分類されるのが亜種っていう風になっていきます。種としては認められないが、ただちょっと違うよねみたいなとこです。例えば鳥で言うんだったら、そうですね、シマエナガ、あとはそうですね、エゾジカとかもそうですね。あれも日本ジカの亜種になります。そこの地域で生きていくために、そこの地域でモテる色に、そういう風に変わっていったのが亜種っていうとこですかね。ちょっとね、お話かなり長くなってしまいましたが、この辺で終わらせていただきます。開けているところを見てもつぐみが全くいないので、シロハラを狙っていきたいと思います。お、カワラヒワじゃない、メジロだ。メジロはアトリカでもないです。さあさあ、これはダメか。はい、見えた。ハローハロー、赤毛ちゃん。あ、もう無理かな。あ、来た、青字。あ、よかった、これでホウジロかクリア。ピント合ってるかな。よし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 、やった。なんかぶら下がってるレーダーが邪魔だけど、よし、あとは写真をいただければ私は大変満足です。あ、いいね、黄色が鮮やかです。どこ、まだいる。いた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 。うん、いいんじゃない。うわ、あれ、モズに変わったあれあれ、なんかモズに変わってるあー、青字がモズに変わっちゃった。あ、おや、常備滝のオスも来ましたね。またモズに怒られるんじゃない、俺の縄張りだっつって。あ、やっぱ怒られたすごいなやっぱテリトリー広いんだろうな。え、よく常備滝もよく行ったよね、絶対怒られるのに。さて、マガモがですね、よく小競り合いをする印象があるので、ここで様子見ですね。何がいるんだ、マガモ、キンクロ、カイツブリ、ダイサギっていうとこですかね。このね、ダイサギっていうところがね、またね、何か起こしそう。お、小サギ来た。いいぞ、いいぞ、何するかわからないぞ。お、小競り合いでよろしいでしょうか、今のはちょい喧嘩あり。これ攻撃の意思、追い払う意思があればもうそれは小競り合いですよね。ちょっと見返してみましょう。おお、明確に追い払う意思があったので小競り合いと認定しましょう。あとはつぐみ、つぐみ族、どこだ、どこにいる、そこか、つぐみ、つぐみここにいるのか、ここだろう、いないな、どこだ、ここか、あ、ここの下か、あ、財布がつぐみ族がおらん。近
か。あ、いた、つぐみ。しっかり枝っていうか幹かぶりしてるけど、これ俺横に移動する勇気ないな。はい、オッケー、つぐみ、ミッションクリア。長かった長かったよ。写真も撮れたら最高。あ、つぐみだ、間違いない。南京ハゼを食べてますね。はい、今回の動画はここまでです。いかがだったでしょうか。ミッションがこんな感じとなっております。どうよ、頑張ったでしょ、初めてのフィールドで。最高だぜ。イーパさんの方はどうかな。かなり難しくなってると思うんで、よかったらチェックしてみてください。皆さんからのご意見ご要望お待ちしております。それじゃあまた次の動画フィールドでお会いいたしましょう。バイ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 。あー、おったー。本当に最後まで見ていただきありがとうございます。これからも僕と一緒にいろんな生き物を見つけていきませんか。まだ知らないたくさんの日本の自然生き物をお見せします。高評価チャンネル登録はエネルギーになります。それじゃあまたお会いいたしましょう。グッバイ。I'm not afraid of the dark.